はい、OK ね。はい、それでは参りましょう。本日4組目沖縄県より OBB。 準決勝では沖縄のおやつパンのファークル紹介したんですけど、今回も少し変わった美味しいお菓子を紹介したいと思います。それでは OBP 劇場第2章始まり始まり。ねえ聞いて、昨日ゆうこさんパンのファークル食べたってば。ねえねえ何食べたの？ビチコメにも食べた。あらまねまね、いちゃがりがり。今何て言った？え、いちゃがりがり。いちゃがりがり。最も固いお菓子です。約50年前に生まれました。小麦粉、水、塩だけで作られた衣とスルメで作られています。え、待って待って、なんで固く作ったの？最初は柔らかかったんだよ。スルメのゲソを天ぷらみたいにして揚げて売っていたんだけど、4、5日もするとカビが生えちゃって売り物にならないからさ、だから保存が効くように固く作ったわけよ。はいはいはい。どんなして固く作ったの？まずは細かく切ったスルメに生地を巻きつけます。30分、その後高温の油で30分、2度揚げすることがイチャガリガリを固くするコツです。普通に揚げているだけなら林に落ちてそうだね。作れないよ。長く揚げすぎると焦げちゃうから、焦げないように固くするのって難しいんだって。そうなんです。毎日8時間かけて約4000本のイチャガリガリが作られています。4000本。でもさ、イチャガリガリってなんでイチャガリガリっていうのかな？ガリって言うんだよ。そのままで。あ、でも硬すぎって言われたりするんじゃない？むしろもっと硬くしてって言われてるって。顎が鍛えられるから6月4日虫歯の日には学校給食に出たこともあります。沖縄ではイチャガリガリを知らない人もたくさん、スーパーに載ってるので皆さんぜひ食べてみてください。これでイチャガリガリの発表は終わります。こうしてみんなはイチャガリガリについて知り、硬さに負けず美味しくいただきました。そして最後に一つ、パッケージの裏にこう書かれています。片身に製造していますのでご了承ください。じゃんじゃん。はい、皆さんどうでしたでしょうか？実はこの硬いイチャガリガリなんですけど、添加物が入っていないんですよ。そうなんですよ。だからめっちゃ健康にいいのでぜひ食べてみてください。はい、沖縄に行った際は購入して食べてみてください。それでは私たち OBP の思いがこもった3曲披露させていただきたいと思います。次の曲、サビに最南端から届けるというサビになっております。振り付けが日本地図イメージしてください。最南端、沖縄から東京、そして世界へ沖縄の思い届けるぞという意味です。ぜひ皆さん、私たちの沖縄の思い3曲分全部受け止めて帰ってください。それではまずはリアル。太陽
はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあちょっとね、先にあの採点します。ちょっと待ってね、ちょっと真ん中開けてくれますか。ごめんね、ごめんね、あ、ごめんね、ごめんね、ごめんね、ちょっと待ってね。はい、では、メンバーの人たちは音を鳴らさないように、お客様だけでございますからね、気をつけてください。声は出さないようにお願いします。拍手だけですよ。では行きましょう。 OBP パフォーマンス、よかったと思いました。もう一回、誰か今声出したね。今こフヤッつった、なんかフヤッつったから、もう一回行きます、もう一回行きます。声出さないようにお願いしますね。声は出せ、拍手だけです。いきますよ。では行きましょう。 OBP パフォーマンス、よかったと思いました。96デシベル。さあ96です。今日どこかな。はいはい、ではでは整列していただきまして、さあ決勝、このステージ OBP どうでしたか、やってみて。いや、もうすっごい楽しかったです。すごい楽しかった。もうステージだったら、もう緊張しまくりだったんですけど、うん、でもなんかやっぱお客さんの前に立つとめちゃくちゃ楽しいです。よかったです。裏でね、リーダー中心にものすごい気合い入った感じのやってましたけどね。え、いや気合い入ってたんじゃないですか、決勝ね。ちょっとめちゃくちゃ今ですね、実はメンバー12名全員いるんですよ。ただお仕事だったりだとか、沖縄でお留守番してる子もいて、テレビ電話でつなげてみんなで気合い入れしました。なるほど、遠く離れた沖縄からでもテレビ電話でみんなで気合い入れをしたという。はいはい。え、だから一人泣いてた。誰？あれ、俺ほんま呼ばされたよ、呼ばれされたよ。あれ、始まってへんのに一人僕一人るコールやみたいな。誰とは言わへんけど、ずっと目にゴミが入ったって言ってで、なんでダメだよって。そう、ゴミ入ったらコンタクトレンズつけてるんですよ。え、のずれちゃってて今。ああ、泣いてないよね。目にゴミが入ってんの。はい、ゴミが入ってんの。可愛いから許してください。はい、さあ、そしてルーリーか、ルーリーちゃんね。小学校3年生、最年少ですから、この決勝のステージどうでしたか、やってみて。楽しかったけど、今ベニーモタルト食べたい。今ベニーモタルトが食べたい。もっと喉乾いちゃう。ああ、すごいな。シークワーサージュース買って一緒に飲もうか。シークワーサージュースとベニーモタルト食べたくない。やりこうなコンビだよね。はい、前回あの準決勝の時にあのお菓子いただきまして、はい、めちゃくちゃ美味しく皆さんで食べて、はい、今日のイチャガリガリもいっぱい用意してるんで。イチャガリガリってもうあんまり聞いたことなかったんやけど。イチャガリガリ、あれ、おやつ、甘いものじゃないのね、塩とあれ。甘くないです。甘くない。お砂糖入ってないけど。おつまみみたいな感じ。そうですね。その代わり硬い。スルメの風味がよくしてます。なるほどなるほど。ちょっとじゃあ後で一口だけいただければ。ありがとうございます。本当に知らなかった。なんか OBP のおかげでなんかいろいろお菓子を知れて嬉しいですね。ぜひ皆さん沖縄に行ってください。ぜひ美味しいのになる。 OBP って何の略やっけ。沖縄美少女プロジェクト。沖縄、みんなじゃあ沖縄の美少女が集められたわけや。そうなんですね、沖縄で。ね、ルーリーちゃん、そうなんよね、沖縄の美少女が集められたのね。正解。さすがですね、さすが裏ボス。はい、そして今日お一人ね、リリーちゃんでいいかな。はい、こっちですね。この日限定で活動復帰という。そうなんですね、今日の今日、ね、前回の準決勝はいなかったんですよ。なんか今、中学校3年生なので、うん、あの受験勉強で休みしてるんですけど、ね、え？ごめん、なんか泣きそうでもないのに頑張れって言われた。泣いてたあんただからね。あんたが頑張ったから。ないですか、ね、そう、受験勉強で活動を今お休みしてたけども、なんか決勝行くってなって来ないかって言われたんで行きますって言った。この後アップジャムもあるからね。そうだよ、アップジャム行きますよ。すごいですか、なるほどなるほど。受験勉強もう一回今日はね、今日だけ休んでということでございます。そうですね、はい、はい。ちなみに小学生のお二人はあれ終わったん、宿題、夏休みの宿題。終わりました。お、さすが。あれどうした、どうした気絶した、どうした、立って気絶したけど。なんでもないです。なるほど、ルリちゃんも、諦めたということですね。ました。まあでもいい夏休みになってるはずでございますけども、先生も許してもらいましょう。はい、ということでございまして、本日4組目でございました。沖縄芸人 OBP でした。ありがとうございます。
キャッチーな楽曲とともに素敵なパフォーマンスをしていただきました。